最近の八重堂の小説は異世界転生ものが多すぎる。よっ。そういえば、もうずいぶん長いこと八重堂に行ってないよな。何か面白い新刊が出てるかもしれないぞ。それに前にエイと一緒に読んだあの本も結構面白かったし。おいおい、別に難しい話じゃないだろ。願い事といえばモーラをがっぽり手に入れること以外に考えられないって。でも来週は試験が控えてるし、次こそは合格しないと本当におしまいなんだ。やっぱり願い事は試験の合格にするよ。試験が何だってんだよ。いいか、モーラで解決できないことなんてない。俺を信じろって。世の中モーラが物を言うんだからさ。何の話をしてるんだ？なんか賑やかだな。ん？お前たちまさか知らないのか？真夜中に裸足で立ち、頭を垂れて呪文を唱えよ。さすれば願いは叶わん。どうやら本当に知らないみたいだな。これは巷で最近流行ってるおまじないだ。かなり効果が期待できるらしく、願い事が何でも叶うと言われてる。願い事が叶う？おう、そうだな。そんな都合のいいもんがこの世の中にあるなんてオイラだって信じないぞ。ああ、もちろん俺も最初は信じてなかったさ。でもつい最近、そんな都合のいいことが俺の周りで起きたんだよ。俺の知り合いに国彦ってやつがいてな、こいつは毎日ぐうたらと過ごし、多額のモラを借りているようなどうしようもないやつなんだが、それが一体どうしたことか、数日会わないうちに立派な身なりで高級料亭の飯を食ってたんだよ。で、あいつを問いただしてみたんだ。すると、このおまじないで願い事をしたら、翌朝数えきれないほどのモラが寝床にあったって言うじゃないか。数えきれないほどの もちろん朝起きた瞬間に大量のモラがあるなんて非現実的だとは思うけど、それを信じる信じないにせよ、別に難しいおまじないでもないからさ、ほんの運試しとでも思ってやってみるのも悪くないでしょ。なんなら他の人にも聞いてみたらいい。ここ最近このおまじないで願いが叶ったやつがたくさんいるから。本当か？じゃあ近くの人に聞いてみようぜ。だってそんないいおまじないがあるならモラを、いや、お前の家族を探すのにだって役立つはずだろ。ほらほら行こうぜ。してみると本当にこのおまじないについて話してる人がたくさんいるな。あれ、あの二人って確か八重堂の編集と作家じゃないか？輝きたまえ、授けたまえ、我のなんだっけ、我の願いを聞きたまえ。違う違う、我の願いを聞きたまえじゃなくて、
我が願いに応えたまえだ。ああもういつになったら覚えるんだ。お前ら何やってるんだ。うわびっくりした。ああもうまた呪文が飛んじゃったよ。呪文？あ、もしかしてお前らも最近流行ってるおまじないを試してるのか。正確に言うと試してるのは純吉だけだ。ここ最近純吉は創作活動に行き詰まっててね。見ての通りおまじないの力でどうにかしようとしてるのさ。もちろん僕は信じてないが、純吉は昔から人の話を聞かなくてね。だから僕も仕方なく付き合ってるってわけ。しげるさん、頼むからもう少し協力的になってくれ。僕にとっては一大事なんだから。綺麗になりたい人、お金持ちになりたい人、学業でいい成績を収めたい人、このおまじないでいろんな人が自分の願いを叶えてる。この哀れな作家の僕が創作に行き詰まった状況をどうにかしようとするのも何らおかしくはないだろう。それに今回はきっとうまくいくと僕の直感がそう言ってるんだ。でもこの間も鳴神大社へおみくじを引きに行った時、新たな発想がすぐにでも舞い降りてきそうだ、僕の直感がそう告げているとか同じようなこと言ってたけど。神社のご利益は現れるまでに時間がかかるんだよ。そんなこと今はどうでもいいから呪文を覚えるのを手伝ってくれ。次の新作はこのおまじないにかかってるんだ。正直今の君に必要なのは一度冷静になって自分が何を書きたいのか考え直すことだと思うよ。作家になりたての頃は今よりもずっと高い志を持っていたはずだろう。それが今やどうだ。出どころ不明の娯楽小説に書いてあったおまじないを信じるなんて。え？そのおまじないって娯楽小説に書いてあったものなのか？なあ、神聖探偵筆記っていう娯楽小説に載ってたんだよ。いや、この本は自費出版されたものだ。いきなり現れたかと思うと今や稲妻に旋風を巻き起こしてる。同じ作家として物語自体の評価には触れないけど、その中に書いてあったおまじないは本物だと誰もが言ってるんだ。純吉、確かにみんなこのおまじないには効果があると言ってるが、僕は他にもいろんな噂を聞いたぞ。この方法で願い事を叶えた人は言動がおかしくなるとかなんとか。そんなのきっとあまりの出来事に感極まって発狂しただけだろ。話を聞いた感じなんだか怪しいな。あ、鳴神大社に行ってミコにこのことを聞いてみないか。娯楽小説や怪談話ならきっとミコの方が詳しいだろうし。おや、わっぱではないか。ちょうど良いところに来た。わらわのところに面白い小説があってな。何じらも読んでみぬか。ほう、わらわに聞きたいことか。何じゃ。実はさっき…って、あれ…ミコ、今忙しいのか。別に大したことではない。八重宮司様、大したことないだなんて。お願いします、どうか私の兄をお助けください。まあ本当に大したことではないのじゃが、何じらが気になるというのならこやつにもう一度説明させよう。お二方は宮司様と交友のある方とお見受けします。どうか宮司様に私の兄を救っていただくよう説得していただけないでしょうか。
申し遅れました。私は加藤陽平というものです。私の兄慎吾は剣術家を志しており、かつては明鏡止水流の師範である土門さんの弟子として従事していたこともあります。しかし剣の道には向いていないと土門さんに言われ、兄は見向きもされませんでした。そのことがよほど悔しかったのでしょう。それからというもの兄は鍛錬を重ね、つい先日土門のマナ弟子との試合に勝利して自身の腕を証明したのです。ただそれ以降、兄はまるで人が変わったかのように様子がおかしくなりました。医者にも見てもらいましたが原因は分からず、まさか邪気に取りつかれたのではないかと思い、宮司様に相談しに来たのです。邪気などそう滅多にあるものではない。汝の兄はかねてより抱いていた目的を果たしたことで心が空っぽになったのじゃろう。それも人の差がというものじゃ。わらわの見立てではそのまま何日か放っておけば勝手に治るはずじゃ。いえ宮司様、それは違います。その目で直接見ていただければきっとわかるはずです。あれは絶対に目的を果たしたからとか、そういった理由でなるような状態ではないと。はあ、わかったわかった。では聞くが、汝の兄はいつ土門の弟子と勝負したんじゃ。確か5日ほど前です。5日前か。ですので兄がおかしくなってからもうだいぶ日が経っています。私は心配で心配で。私と兄の最大の願いはいつか土門さんのような立派な流派を作ることです。私たちの夢がこのような形で崩れ去ってしまうなど、とても耐えられません。まあ待て、汝は兄を助けたいのか、それとも夢を叶えて流派を作りたいのか、どっちなんじゃ。それは同じことでは。最近何かおかしな噂を聞いたことはないか。もし心当たりがあったらわらわに話してみよう。噂を聞いていません。そうか、それは残念じゃな。宮司様、話をすり替えようとするのはおやめください。兄の命に関わることなんです。どうかお力添えを。巫女、この人声が震えてるし、お兄さんの方も深刻そうだぞ。手伝ってやれよ。はあ、そうじゃな。ならばこうしよう。巫女、手伝ってやるんだな。その加藤なんとか兵とやら、実はこの二人の客人はわらわと窮地の中でな、こういったことを解決する専門家なんじゃ。邪を払うなどお手の物じゃぞ。本当ですか。なんじゃその疑うような言い方は。助けを求められたからふさわしい人物を紹介してやったというのに、よもや信用できぬとでも言うのか。いえ、信じます。宮司様がそうおっしゃるのでしたらもちろん信じますとも。お二方とも感謝いたします。私についてきてください。おい、何考えてんだよ巫女。邪を払うなんてことをオイラたちにできるわけないだろう。問題はない。邪を払うなぞ、塩をひとつまみしてから適当に何か唱え、それを一息にまけばいいだけじゃ。娯楽小説でもよくあるじゃろ。大事なのは勢いじゃと。物語の主人公がそう言えば大抵の問題は解決する。じゃがあの者のことを心配しておるのは何時らじゃろ。それをわらわに押し付けようとするのはいかがなものかな。それに何時らが鳴神大社を訪れたのはわらわに聞きたいことがあったからだったはず。多少はわらわのために誠意を見せてくれてもよいのではないか。よ
なんだか釈然としないけど、妙に説得力があるな。さあさあ、早く行くんじゃ。それに心配はいらぬ。わらわもついて行ってやろう。わかった。じゃあ、傭兵のお兄さんのところに行ってみよう。一体どうしたんだろうな。ミコが何を考えてるのかわからないけど。おまじないのことを聞くのは後にしよう。まずは人助けだ。それが終わってからまた聞いてみようぜ。これはどういうことでしょう。兄は数日前からこの辺りでよく瞑想するようになったのですが、今日は姿が見当たりません。瞑想？はい、土門の弟子に勝った後、いきなりそのような日課ができたのです。よく一人でここに座り、独り言をつぶやいていました。正直言うと、その姿がかなり不気味で、今はそんなことを言っている場合ではありませんでした。あのような状態だというのに、兄は一体どこへ。ふむ、それは確かに問題じゃな。もし汝の兄が見つからなければ蛇を払うこともできぬ。加藤なんとか兵よ、こうなっては仕方あるまい。まずは汝の兄を見つけてくるのじゃ。ついでに邪気払いに使用する塩も用意してくれ。わかりました。すぐに行ってまいります。ミコ、オイラたちはどうすればいいんだ。人探しを手伝わなくていいのか。構わぬ。この時間を利用して共に辺りを散策してみるのも良いじゃろう。あの兄弟のことを聞いてみたら、何か面白いことがわかるやもしれぬぞ。借金の取り立てですか。それでしたら、傭兵が弟子を取ったらすぐに返せると言っていましたが。借金の取り立て？いやいや、誤解だ。でも弟子を取ったらってことは、オイラたちの知ってる傭兵と慎吾のことっぽいな。二人とも細々とした生活を送ってたみたいだな。細々？ああ、そうなるのも当然のことかと。あの兄弟は何をするにもやる気がなく、いつも好き勝手していましたので。え？でも傭兵はお兄さんが剣術家になりたくて土門のところに弟子入りしたって言ってたけど。ええ、確かにそんなこともありました。慎吾があまりにもしつこいから土門が一度弟子入りを受け入れたんです。しかしそんなすごい死を持ったにもかかわらず、慎吾は毎日怠け、鍛錬をおろそかにしていました。それを見かねた土門は慎吾を破門にしたのです。ただ慎吾は土門に見る目がないと逆恨みし、彼の弟子と勝負をするなどと言い出しました。え？なんでそんなことを。実に面白い。その当事者である弟は、悔しい思いをした兄は鍛錬を重ね、土門の愛弟子との試合に勝利し、その腕を証明したなどと言っておったが。傭兵がそう言ったのですか。鍛錬を重ねるなど全くもって嘘です。毎日ゴロゴロと横になり、ただ愚痴をこぼすのが鍛錬だとでも言うのでしょうか。しかし
傭兵は確かに慎吾が試合に勝ったと言っていたような気もします。私はそれを真に受けなかったので真偽は定かではありませんが、そうだ、村の入り口にいる賢治なら知っているかもしれません。彼は情報通ですので。慎吾と傭兵のことだな。そうそう、その慎吾がこの前土門の愛弟子を倒したって聞いたんだけど、それって本当なのか？本当だよ。彼らは自分たちの門派を作ろうとしてるんだ。まさか君たちそれに入門するため来たのかい？そういうわけじゃないんだけど、その勝負について詳しく知りたいんだ。ああ、それなら俺が適任だ。俺はあの勝負をこの目で見ていたからな。最初、名教師水流に挑むなんて聞いたときは冗談かと思ったよ。だが慎吾が刀を抜いた瞬間、まるで人が変わったかのようだった。あの剣はまるで流れる水のように滑らかで、それでありながら豪快だった。土門の弟子も決して弱くはなかったんだが、全く歯が立たない様子でな。慎吾ってそんなに強いのか？ああ、試合に勝った後、素晴らしい剣術だ、こんなにすがすがしいのは久しぶりだと大声で言っていたな。他には何かないか？慎吾の性格が昔と比べ大きく変わったと聞いたが。前よりも勤勉になったかな。昔は一日中横になって日向ぼっこしてたのに。それに昨日村長のために木の伐採を手伝っているのを見た。三人がかりで終わらないような仕事をあいつは半日で終わらせてたよ。それから一蹴りでスミレ売りの木を倒してもいたな。おー、ほう、それはすごい。だがこの間妙なことがあったんだ。村長が豆腐を差し入れに持ってきたところ、なんだそれ、俺に近づけるなとか言って一目散に走り去っていくことがあってね。宮司様、それにお二方ともここにいたんですね。兄を見つけました。滝の方にいます。塩も手に入れましたのでついてきてください。もっと面白い話を聞きたかったのじゃが、見つかったのなら行くとするか。皆さん、あそこを見てください。滝のところにいるのが私の兄です。あれが傭兵のお兄さんか？おお、滝に打たれながら瞑想するなんてすごくワイルドだな。お、なんかブツブツ言ってるぞ。
寒い。もう無理だ。ダメだ。助けてくれ。どうだ、感じたか。さあ、感じるんだ、この男らしい気迫を。門派を設立するだと。実に浅はかなり。男たるもの、そのような志を持つなど馬鹿げている。もう勘弁してください。お願いします。気迫も何も、もう温度すら感じません。もうダメです。このままでは死んでしまいます。傭兵、助けて、助けてくれ。おい、聞いたか？よくわからないけど、助けを求めてるぞ。うん、何やつ。立ち上がった。こっちに来たぞ。来るな。助けてください。どうするんだよ、ミーコ。早く何か方法を考えてくれ。おやおや、なんとも哀れじゃの。傭兵、汝の兄はもう虫の息。最後の力を振り絞って汝に助けを求めておる。どうしたものかの。そんなの私にはどうしたらいいのか見当もつきません。わらわの目には、慎吾は汝に大きな恨みを抱いておるよう見えるが、これは一体どういうことじゃ。知りません。私は何も知りません。知らぬじゃと。汝の兄がどうしてあのようになったのか、汝は誰よりも知っておるのではないか。傭兵、よう考えて話すことじゃ。これは生死に関わることじゃぞ。それは最も身近なものの様子がかようにおかしくなれば、汝が真っ先に気づくはずじゃ。じゃがわらわに助けを求めに来たのは、ことが起きて5日も経った後。これでもまだ何か隠し通せるとでも。私は。そうか、本当のことを口にしたくないのならそれでも構わぬ。じゃが、慎吾が死した後は何時の番じゃぞ。たとえ地の果てまで逃げようとも、あやつは何時の背後につきまとうじゃろう。なぜなら、あれは何時らが呼び出したものなのじゃからな。話します。何でも言います。私と兄はまじないで願い事をしたんです。ある願いを叶えてもらおうと。そうです、最近巷で流行っているそれです。真夜中に呪文を唱えれば願いが叶うという。私と兄は本に書いてあった通り陣を書き、真夜中に裸足でその中に立ちました。そして呪文を唱えると陣の周りが光り出したのです。兄は剣術家になることを願い、これまでなかった剣の才能を手に入れました。しかし同時に性格まで変わってしまったのです。それは、兄が元に戻ればまた剣の才能がなくなるのではと思ったからです。しかしそれでは我々の流派を立ち上げるという計画が頓挫してしまいます。そうなれば私たちは一生貧しいままです。だからまずは道場を開き、今まで借りたモラを解消終わるまでこのことを隠し通そうと考えました。じゃあなんで鳴神大社に行ったんだ。兄があのような状態では何か触れてはならぬ禁術を使ったのではと噂が広まることでしょう。そうなれば誰も弟子入りには来ません。でも宮司様であれば剣の才を残したまま兄を元に戻すことができるのではと。たわけが、それで丸く収まるとでも思うたか。そんなものは愚かな妄想に過ぎぬ。
あやつが見せた剣の才は、あやつ自身のものではなく、あやつに取り付いた亡霊によるものじゃ。はい、申し訳ございませんでした。もうよい。さて、ここからは何時の出番じゃ。わっぱよ、塩を撒いて剣を抜くがよい。よく見るんじゃ。あれこそが何時らのおびき寄せたもの。慎吾の意識はもうないぞ。ほれ、何時に向かってきておる。お助けを、お助け。気絶したぞ。ミーコ、どうするんだよ。どうもせぬ。わっぱ、やつと戦ってくるんじゃ。うん、貴様も武に秀でたものか。いざ尋常に勝負せん。眉、来たぞ。気をつけろ。大勢でかかってきても構わん。綺麗にしませんと。雪を舞え。それ、十分。どうだ。騎士の風格に気をつけます。やっ、さあ、えっ、ここで。いい、いいぞ。実に素晴らしい。こんなにも痛快なのは久方ぶりであった。消えた。なんか満足したみたいだったな。ぐい、おいらもうわけがわからないぞ。し、この件については後で話そう。ほれ、こやつらも目が覚めたようじゃ。どうして俺はここに。傭兵、傭兵か。兄さん、もう大丈夫なのか。傭兵、なんだか俺は夢を見ていたような気がする。夢の中で俺は剣術が上達していて、あの土門の弟子にも勝ったんだ。これでやっと道場が開けると思った矢先、体が思うように動かなくなった。それから誰かが耳元でずっと語りかけてきたんだ。自分の体を取り戻そうにも何もできず、恐怖で胸が締め付けられた。あの声は、そう、確か男の気迫がどうとか言っていた気がする。兄さん、やっぱり願い事を叶えるためにまじないなんかするべきじゃなかったんだ。あれのせいで化け物をおびき寄せ、兄さんは体を乗っ取られたんだから。その通りじゃ。わらわたちが手を貸していなければ、何時は命を失っておったじゃろう。そして今度は何時の弟に取り付き、同じように衰弱させ、いずれ死んでおったはずじゃ。宮司様、本当にありがとうございました。お二方にも何とお礼を申せば。もうよい。兄を連れ帰り休ませてやれ。何日も取り憑かれておったんじゃ、衰弱しきっておる。これから高熱が出るじゃろうが、命に支障はない。いいか、これは代価じゃ。横島な方法で自らに属さぬ力を手に入れようとすれば、どのような結末が待っておるか、もう説明しなくてもよいな。はい、承知しております。もうこのようなことは
二度としません。ありがとうございました、宮司様、それにお二方も。では先に失礼します。兄さん、行こう。ミコ、もしオイラたちが放ってたら、あの二人本当に亡くなってたんじゃないか。そんな深刻なことなのに、なんで助けてあげようとしなかったんだよ。もちろん命を落とすと言ったのは嘘じゃ。このくらい脅しておかねば、怠け者のあやつらは改心しないじゃろう。じゃあ、あいつの体に取り付いてたのって。これまでの経験で、何時らもあれに取り付いていたのがどんな霊か分かっておるじゃろ。あ、オイラ分かったぞ。きっと鬼族の霊だ。そうじゃ、シンゴの体に取り付いてはおったが、悪意はなかった。むしろシンゴの肝を鍛えておったくらいじゃ。なんだ、そうだったのか。でもシンゴのやつすごくビビってたよな。わらわたちが塩をまいたことで、一時的にシンゴの体からやつは引き離された。そして何時と戦ったことで力尽き、消えたというわけじゃ。たとえわらわたちが放っておいたとしても、少しすればシンゴの体は弱まり、やつの魂を受け入れられなくなっておったじゃろう。いずれ自然と離れていたはずじゃ。ただそれじゃと、シンゴと傭兵はもう少し苦しむことになっておったがの。もしかしたらその方がわらわの脅しよりも効果的だったやもしれぬ。ふう、何はともあれ無事でよかったぜ。さあ、これで一件落着じゃ。そろそろ行くぞ。ちょっと待てミコ、一件落着って本当にそう思ってるのか。そうではないのか。ふむ、あやつらが使ったまじないの書かれた本のことじゃな。それならわらわも知っておる。実は今日そのことについて聞きたくてお前のところに来たんだ。その本に書いてあるおまじないが今稲妻ですごく流行ってるらしいんだよ。人間はわらわたちあやかしのように法力があるわけではない。まじないや怪異などに興味をそそられるのも至極当然のことじゃ。大事なところはそこじゃなくて、それに書かれたおまじないが本当に霊とか魂を呼び寄せてるってとこだ。もうたくさんの人がそのおまじないを試してる。残念じゃが、人間の力には限界がある。たとえまじないを使って霊魂を呼んだとしても、そう長くは体に取り付くことはない。大事には至らぬはずじゃ。だったらその本は誰が何のために書いたんだ。これってこの先も人に害を与えるものなんじゃないのか。お前はどう思う。確かにミコは信頼できるし、お前がそう言うならいいけど、ミコも最初から大したことないって言ってたもんな。八重様、ここにいたのですね。黒田、どうしてここへ。今月の八重堂の売り上げを報告しに参りました。こちらが小説の売り上げです。内容は分析済みですのでご確認お願いします。どれどれ。何、売り上げ1位の座が奪われたじゃと。はい、総合売り上げ、読者が選ぶ一番好きな小説、流行番付、どれも1位の座を奪われています。すべてあの神聖探偵筆記に負けてしまいました。わっぱよ、こっちへ来い。どうしたんだ、
そんな顔してなんだか怖いぞ。神聖探偵筆記の人気が全体的に八重堂の小説を超えておる。これは由々しき事態じゃ。そんなこととは何じゃ。わらわが苦労し推してきた力作があの本に負けておるのじゃぞ。これは耐え難き問題。何か対策を考えねばならぬ。何じらも手伝え。なんで急にオイラたちに。パイモン、何時はさっきこの本は誰が書き、そして人に害を与えるのではないかと心配しておったじゃろ。稲妻の人々の安否に関わることは何時らにとっても大事ではないのか。すごく筋は通ってるけど、なんだこの違和感。気のせいじゃ。何も間違ってなどおらぬ。とにかく戦の始まりじゃ。わらわは先に戻って準備をする。八重堂の前で落ち合おうぞ。なんだ。ふむ、当ててみるがよい。解決の糸口は八重堂と関係しておる。あ、わかった。八重堂の名前と巫女の影響力を使ってみんなにこの本に書かれたおまじないの危険性を伝えるんだろ。ほう、まさかこんなにも早く。ハズレを言うとはの。え、違うのか。神聖探偵筆記は今や稲妻で最も流行しておる娯楽小説じゃ。わらわたちがそんなことをしてしまえばまじないの効力を裏付けるのと同じこと。労して忠告しても結局は好奇心が勝り試す輩が増えるじゃろう。そうすればこの本の売り上げが止まることもなく人々に買われ続ける。それじゃダメだな。なら本を没収するっていうのはどうだ。はあ、一冊の娯楽小説のためにそのような騒ぎを起こせば人や資源を無駄に費やすこととなる。それに稲妻で安寧に過ごしておる人々もきっと混乱するじゃろう。だったらもう方法なんてないんじゃないか。いいや、方法がないなどとわらわは一言も言っておらぬぞ。神聖探偵筆記はわらわも読んだ。まじないのことを抜きにしても実に面白いものであった。古今東西のあらゆる怪談について熟練の手法で物語が描かれておる。人気にはそれも一役買っておるのじゃろう。もしここ最近の娯楽小説の中でそれを上回る作品がなければその勢いを止めることも難しいはずじゃ。そう、流行にとって変わるのは新たな流行しかない。つまり我々たちで新たな人気娯楽小説を作るのじゃ。正々堂々と売り上げで相手を倒し人々の注目をこちらに集める。それこそがわらわの戦い方じゃ。それにこの方法を使えば神聖探偵筆記のもたらす影響を最小限に抑えることができる。ちょっと待った。娯楽小説を書くのか。
オイラたちが？もちろん小説は一朝一夕で書けるようなものではない。じゃがわらわは八重堂の編集長わらわなりの秘策がある。さっきも言ったが、作るのはわらわたちじゃ。共同創作という言葉は何時も聞いたことあるじゃろ。とにかく八重堂が主催する小説の公募もまだ締め切られておらん。まずは読者の好みについて情報を集めてきてくれぬか。今の流行を把握した後また話し合おう。一通り情報が揃ったら右遊亭に合流じゃ。わらわも人を集めておく。食事をしながら仕事をするとしよう。僕は昔から娯楽小説を読むのが好きでね。奇抜な発想で書かれた幻想譚とか、見たこともない設定を盛り込んだ物語とか、もうたまんなくって。ただ近年の作品はどれも似たようなものばかりなんだ。中身を読まなくても署名だけでどんな内容か想像がつくことも多い。最近だと新生探偵筆記くらいしか面白いものはなかったかな。話はもちろんのこと、描写がすごく細かいんだ。まるで作者が実際にそういった妖怪に会ったことあるみたいだったよ。我々八重堂が主催する小説の公募は過去に何度も行われてきました。受賞作は多大な宣伝効果を得られ、多くの人がこれを通じて有名作家の一員となっています。もしいい物語がありましたら、ぜひ参加してみてください。娯楽小説が売れるには挿絵も重要なんだ。挿絵を入れる場所、その内容、どの絵師に描かせるかなど、さまざまな工夫を凝らす必要がある。挿絵が良ければ悪い点を補うことだってできるんだ。逆に挿絵がいまいちだと、どんなにいい物語でもダサくになってしまうことがある。挿絵のために娯楽小説を買うという言葉だってあるほどだ。僕からすればその言葉はあながち間違いでもない。ただ有名な絵師はそのほとんどが忙しく、担当してもらうのが難しいようだけど、新生探偵筆記も挿絵がとても良かった。今までに見たことない画風だったよ。俺に言わせれば、娯楽小説に求める点はただ一言で表せる。それが爽快感だ。従来の物語だと主人公がゆっくりと成長していき、別れや失望の中で強くなっていく。確かにそれも面白い。だが展開が遅すぎるんだ。今稲妻で流行っている新生探偵筆記は最初から主人公が強くてね、読んでいてとても爽快感があったよ。物語の主人公は陽子で、呪文や秘宝を熟知しているだけでなく、書画や茶道にも精通しているんだ。娯楽小説が好きな人たちっていろんなこだわりがあるんだな。今聞いた話をミコにも伝えよう。ふむ、来たか。まずは何時らにわらわの集めた人員を紹介しよう。この二人は何時らも知っておるな。純吉と茂じゃ。
シゲルは経験豊富な編集者じゃ。そしてそやつと組んでおるのが作家の純吉。ここ最近いい作品が書けずに悩んでおるようじゃが、過去には若者たちの間で人気もあった。まあ独特な作風が魅力じゃな。里見は八重堂の主力作家じゃ。複数の筆名を使い分け、様々な作風の物語を書いておる。もちろん筆名は企業秘密じゃ。我らで小説を書き上げ、神聖探偵筆記を打倒する。どうじゃ、これで安心したか。なるほど、そういうことだったのか。なら次は何時らの集めてきた読者が求める作品について話してもらおうかの。ふむ、見たこともない設定、展開の早い物語、綺麗な挿絵に爽快感か。確かにそれら要素のある小説は売り上げが期待できるじゃろう。じゃがそれよりも重要なのが、作品に描かれる現実感を伝えられるかどうかじゃ。たとえ娯楽小説であってもな。だんだん分かってきたけど、結局どうやって書けばいいんだ。見たこともない設定って言われても、どんな設定にすればいいかわからないぞ。その言葉を理解する前に、まずは自分の読者層を把握する必要がある。例えば神聖探偵筆記、わらわにとっては陽子など知り尽くしておるものじゃ。じゃが人々には目新しいものとして映る。これが作者と読者の間にある情報の差じゃ。わっぱよ、何時は旅人として稲妻の人々が知らぬことをあまたと知っておろう。何時にとって見慣れたものでも、人々にとっては全く知らない、見たこともない設定になるはずじゃ。そういうことか。じゃあモンドとリーユへのことで何か思いつかないか考えてみようぜ。でもそれだと神聖探偵筆記と違う感じの小説になっちゃうけど、大丈夫か。問題ない。何も神聖探偵筆記と争うことだけを考える必要はない。何時らはただ自らの経験や興味深い話を提供するだけで良いのじゃ。それが面白いものであれば、ここにいる専門家たちが自然とより良いものに仕上げてくれるじゃろう。よし、じゃあまず第一章の内容から考えようぜ。何かいいアイディアはあるか。おい、そんなの読みたいやつなんていないだろう。ふむ、100点満点中90点じゃね。異世界で空飛ぶ非常食とは一体どんな味で、どう調理するのじゃろうな。こういった物語の始まりは読者の興味を引くことができる。料理を題材にした作品を甘く見るでないぞ。食とは誰もが興味を持つ分野じゃからな。おい、悪くないな、わっぱよ。自らの経験のみだけでなく、どうやら何時も娯楽小説をよく読んでおるようじゃ。どれも要点を押さえておる。みんなはどう思う？これらの考えから面白い物語は作れそうか？はい、大丈夫だと思います。ついつい設定を複雑にしてしまうのが僕の癖ですが、この状況ならぴったりかと。ならよい。第一章はこれで進めるとしよう。次は第二章じゃ。まだ続けるのか。読者というのは読むのが早いんじゃ。苦労して人気を得ても続きが出なければすぐに離れてしまう。じゃからほれ、第2章を作るぞ。
それに里美も待っておる。あ、どうしたんだ？眉間にシワが寄ってるけど。はあ、初心者ならではの発想で良い案がまだまだ出てくるかと思ったが、まさかこんなにも早くそれが訪れるとは。どういうことだ？これはスランプという名の魔王者、突如として現れる生涯の敵。作者に死と同等の苦しみを与え、魂を売ってしまいたくなるほどの絶望を与える。なんとなくわかるような。こういう時は美味しいものでも食べて心を落ち着かせるに限る。天使よ、油揚げを一つ、それとこやつらに串焼きを頼む。味付けは普通でよい。安心せ、わらわのおごりじゃ。おごり？そういえばオイラたちこんなに頑張って小説を作ってるんだし、もちろん原稿料はもらえるんだよな。当然じゃ、創作に参加した全員にあるぞ。やったー、よし、早くスランプを退治しろ。オイラたちの原稿料のためにも頭をフル回転させるんだ。お、何かひらめいたのか？どれどれ。 D ヨエにたどり着いた主人公はモラを払えずにいる男性と出会う。しかし後にその人物がかの有名な元王帝君だということを知るのであった。七星の助力と千人の加護、そして広大な大地を自由気ままに旅をする。これが俗に言う爽快感ってやつか。ふむ、わらわの評価は98点じゃ。爽快感がありこれといった欠点もない。それにかの帝君にまつわる伝説は数多くある。きっと人々の興味を引くことじゃろう。少なくとも市場価値はある。良いじゃろう。そうか、勝利が気にしないといいんだけど。よし、これで里美も物語が書けるじゃろう。お任せください、八重様。第三章は稲妻の物語を書くぞ。この章はわらわが手伝おう。メガリレーや抵抗軍を参考にしても良いじゃろうな。何か案はあるか？突如として下されたメガリレー、主人公は抵抗軍に加わり一般兵士となる。軍での手柄、抵抗軍大将との友情、鳴神大社の宮司との出会い、共に最後まで抗い続けよ。お、意外と普通だな。わらわは良いと思うぞ。兵士から少量へと一歩一歩成長していく。こういった王道の物語を好む読者も少なくないからの。じゃが、わらわが何時にお守りを授けたところは少し改変する必要がある。不思議な狐お姉さんは主人公に願いを叶えるおまじないを教え、主人公はそれを頼りに雷電将軍を打ち倒した。これに変えるとしよう。おえ、それって神聖鍛錬筆記のおまじないと真っ向勝負するってことか？そうとも言える。主人公が呪文を唱えるところは
物語が出来上がった後、わらわが直々に書き加えよう。でも、これで大丈夫なのか？本当に神聖探偵筆記に勝てるのかな？内容はこれで問題ない。じゃが、宣伝がまだ足りぬ。絵師に連絡して挿絵を描いてもらおう。無論神聖探偵筆記に負けぬものをじゃ。それから帯の推薦文は最近話題のひなさんに書いてもらうとしよう。彼女は月刊漢字に設けてある読者質問欄の専属作家じゃ。稲妻の人々にも人気がある。皆が創作しておる間、汝はしばし休むとよい。それと八重堂でひなさんに推薦文を書いてもらうよう依頼を出しておいてくれぬか。原稿が完成したら小説を提出する場所で落ち合おう。普段ひなさんは推薦文を書かないのですが、宮司様からの頼みでしたら交渉してみます。実は最近ひなさんの人気がますます高くなっているんです。他にもたくさんの方から共同の話が来ている状況でして。しかしひなさん本人はそれらに興味を示さず、いつも通り真剣に読者のお便りに返信をしています。他の活動には目もくれずに。ただそこが皆さんに好かれる理由でもあるのでしょう。少し話がそれてしまいました。とにかくひなさんの推薦文があれば話題性は十分なはずです。お二方の娯楽小説が売れて、我々八重堂の売上記録を更新してくださることを祈っていますよ。おう、頑張るぜ。それではこちらの作品を提出ということでよろしいでしょうか。署名は旅人の奇妙な冒険、作者の筆名は千寿斎で問題ございませんね。変な筆名、多分巫女がつけたんだろうな。これまでの付き合いで巫女のセンスが分かってきたぞ。何もおかしなところなどないじゃろう。わらわたち全員で完成させた作品じゃ。ぴったりな筆名じゃと思うぞ。では至急こちらを印刷し、稲妻各地で試験販売をいたします。具体的な売り上げは3日後にお伝えできるかと。どうしよう、おいら緊張してきたぞ。本当に大丈夫なんだよな。その通り。自分の作品に自信を持ってこそ娯楽小説作家というものじゃ。あなた方の登録は済みました。3日後に結果を確認しに来てください。ご応募ありがとうございました。皆様の小説が売れることを祈っております。
皆様にいいお知らせがあります。先日出版された娯楽小説の売れ行きが好調で、複数の書店よりいつ重版されるのかとお問い合わせが殺到しております。やったぜ。新人作家がこのような成功を収めるなんて偉業とも言えましょう。同じ冊数の初版であっても大半の作品はこの3割も売れませんから。こちらは見本紙です。どうぞお受け取りください。売上に対する報酬は後日お送りしますので、またその時お知らせいたしますね。あ、そうだ、この娯楽小説を書いた目的は神聖探偵筆記の影響を減らすためだったよな。かなり売れてはいるみたいだけど、あんまり実感ないな。これで本当に効果が出てるのか？安心せ、変化はすでに生まれておる。ほれ、周りの者の声に耳を傾けてみよ。以前と違うじゃろ。なあ、今流行りのおまじない知ってるか？真夜中に神聖探偵筆記に書いてある呪文を唱えると願いが叶うっていう。ああ、それね、前に流行ってたやつでしょ。あれならもう古いよ。周りでもそんな話をしてる人なんていないだろう。今流行ってるのは狐お姉さんの秘伝術さ。その呪文だったら僕ももう覚えたよ。狐お姉さんの秘伝術？なんだそれ。なんだ、まだ読んでないのか。なら教えてやる。噂によると、無月の夜にその術を唱えれば千個と大勢の妖怪から加護を得られ、どんな願いでも叶うらしい。あと、これも噂なんだが、神聖探偵筆記のおまじないはかなりヤバいものらしいぞ。願い事で手に入れたモナが一晩で葉っぱに変わったらしく、しまいには高熱でうなされることになったそうだ。最終的には狐お姉さんの秘伝術を使ってやっと落ち着いたとか。つまりこの術はあの呪文よりも高度なものってことだ。俺の周りの奴らもこの術を試してみたくて無月の夜を待ちわびてるほどだしな。そうなのか。だったら俺も準備しとかないと。どうじゃ、安心したか。本当だ、みんなの興味がオイラたちの娯楽小説に移ってる。でもあいつらの言ってた無月の夜って何のことだ？物語を考えた時にそんな設定はなかったはずだよな。この先とても重要になってくるものじゃよ。さて、この勝負もそろそろ次の段階へと移る頃合いじゃろう。あれ、次の段階なんかあったのか？当然じゃ。小説が存在するということは、それを書いた者もおるということじゃからな。なあ、確かにそうだな。そいつを放置したらまた次の神聖探偵筆記が出てくるかもしれない。それにあの小説を書いた理由も調べないと。うむ、では取り掛かるとしよう。この小説を書いた者についてはすでに特定できておる。友幸という名の不幸な小説家じゃ。じゃがわらわたちがそやつを見つけた時、その小説について全く覚えがないと言っておった。そう、そやつもかつて取り憑かれておったのじゃ。しかも自らの意思ではなく霊魂側からの干渉でな。話を聞くと、当時投稿した小説が失敗に終わり、途方に暮れながら一人で荒海の近くを歩いておったらしい。失意の果てに、誰でもいい、
俺にすごい小説を書かせてくれと言葉にした瞬間、意識を失ったそうじゃ。でもその小説を書いたレイコンはもうそいつから離れてるんだろ。どうやって探すんだ。そんなのは簡単じゃ。あやつは小説の中で高齢術の呪文を書いておった。それを使って呼べばよい。わっぱよ、また何時の出番じゃな。何を言うておるのじゃ。面白いのはここからなんじゃぞ。例の作者と握手会をするのに一番適した場所じゃよ。わらわの調べによると、ここはあの霊魂を呼び出せる可能性が最も高い場所のはずじゃ。本当か。でもここめちゃくちゃ不気味だぞ。怪異に関することじゃからな。こう不気味なのも仕方あるまい。もうすぐ神聖探偵筆記の作者が誰かわかるんじゃ。ワクワクしてこぬか。おや、確かに心臓がバクバクいってるけど、これって本当にワクワクしてるからなのか。では行くぞ。おい、待ってくれよ。おや、やっぱり怖い。ちゃんとくっついて歩いてくれよ。変な絵だな。ミコ、何が書いてあるかわかるか。ふむ、昔の稲妻の景色じゃな。すごくよく描かれてるけど、なんか不気味で怖いぞ。あれ、絵にサインが書いてある。なになに、ラクサイ？よく見えないな。さあ、中に入るぞ。立流直見切りました。岩の重さは安心できます。踊りなさい。
立利を。ふむ、なるほど。この配置は都合が良い。手間が省けそうじゃな。よし、何時らは辺りを探索してみてくれぬか。この部屋を動かす仕掛けがあるはずじゃ。さばきの雷槌。呪言チャンスだ。逃げ道はありません。十分立有限なる雷霆。雪を前さあ、メイドの礼儀に気をつけます。えっ、これで間に合いますね。任せてください。綺麗にしませんと。
綺麗にしませんと。見切りました。ここからはわらわが陽子の秘伝術を紹介してやろう。この絵は略式降霊媒介といって、多くの面倒な手順を省くことができる優れものじゃ。薄暗い鏡面にはかつての情景が映し出され、それに心を揺さぶられた霊魂たちが引き寄せられる。さて次は何時の出番じゃ。ほれわっぱよ、ここに座るんじゃ。降霊儀式とは、霊魂を生きた者の身に憑依させることじゃ。
何時もあの鬼族の武士を見たじゃろう。人間の体から離れた状態ではその場に存在できる時間は限られておる。でも霊がこいつの体に憑依するなんて本当に大丈夫なのか。やけにわっぱを心配するのじゃな。まったく羨ましい限りじゃ。はあ、わらわの友人もそのような優しき心を持っておったらどんなによかったことか。わっぱよ、怖いか。大丈夫じゃ、すぐに終わる。なに、夢だと思えばいい。椅子に座り、心身ともに落ち着かせ、あの絵を見るんじゃ。緊張せず、自然体でよい。なんか、まるで絵の中で座ってるみたいだ。あれ、オイラの錯覚か。今、絵が動いたぞ。呪文を念じるんじゃ、わっぱよ。それと強い思いも必要になる。何を思えば神聖探偵筆記の作者が出てくるか、何時ならもう分かっておるじゃろ。小説に関することだよな。その通りじゃ。じゃがより現実味を与えるために少し背中を押してやろう。先生、小説の売れ行きが良好なのはいいことじゃが、いつになったら第四章の大枠が完成するんじゃ。絵が動いた。これって、まさかこの降霊儀式をわし自身に使われる日が来るとはのう。ふん、またも小説を書いてほしいという願いか。なんじゃい、この時代では小説が流行っておるのか。やっと見つけたぞ。お前が神聖探偵筆記の作者だな。お前が小説に書いたあの呪文、一体何を企んでるんだ。ほう、なるほど。はっはっ、どうりで懐かしい気配がすると思ったら、わしを捕まえるための罠じゃったか。あれをやった意図とな。ふん、もちろん呪文の力で、あやかしの亡霊を大地へと呼び戻し、稲妻に血の雨を降らせるためじゃよ。なんだって?やっぱり、そんな恐ろしいことを企んでたんだな。こうも簡単にこのわしを体に憑依させるとは、考えが甘いの。ほう、こやつの体からとてつもない強い力を感じるぞ。よい、実に素晴らしい。この力があればわしの計画を止められる者などおらん。おい、早く目を覚ませ。そいつの思い通りにさせるな。無駄じゃ。どんなに叫ぼうとこやつは大きい。この体はもうわしのものじゃ。おい、起きろって。そんなやつに乗っ取られちゃダメだ。
楽祭、さすがは何時じゃ、察しがよい。高みの見物をしおって、さっきの目配せはわしにこれをやらせるためだったのじゃろ。ほれ見たことか、そこの飛んどるおちびちゃんを怖がらせてしまったではないか。かわいそうに。何を言うておる。さっきまであんなに楽しそうに悪役を演じておったじゃろ。すべてわらわのせいにする気か。ブラックサイ？ミコ、もしかして知り合いなのか？へ、知り尽くしておるわい。では改めて紹介しよう。こやつが神聖探偵筆記の作者、ウラクサイじゃ。いや、より正確に言うとウラクサイの記憶じゃな。記憶？ベーコンじゃないのか？まあ、レーコンも記憶ももともと血脈から来る同種のものじゃ。先日獣域ハウンドが神王の根に噛みついた剣を何時も覚えておるじゃろ。その時血脈から溢れ出る人間の記憶を何時らは見たはずじゃ。人間のものがあるならあやかしもまたしかりじゃ。生前あやかしは法力を有しておる。たとえ昔日の幻影であっても姿を現すかどうかを意図的に制御することができる。そして一般的に人間の記憶よりも長くこの世に残ることが可能じゃ。そうじゃ。九段の小説もわしが神王の根の近くをさまよっておったら、たまたま叫び声を聞いたのが発端でのう。確か誰でもいい、俺にすごい小説を書かせてくれと言っておったか。で、気まぐれにそやつの体に入り、代わりに書いてやったんじゃよ。そうだったのか。でも、なんで本の中に恒例の呪文なんか書いたんだ？ふん、自慢じゃないが、わしは生きておった頃、一世を風靡した大妖子でのう。わしの記憶は人間の体に入ることができるんじゃ。ただ小さなあやかしではそれができぬ。そこであの呪文じゃ。あれを使えば誰もがこの世にしばし戻ることができる。さすれば未練を晴らすこともできるじゃろう。でもこやつはランジラのその行為が人間に迷惑をかけておると言いたいようじゃ。迷惑とはわしらが去る時に夢が終わってしまうことか。あった、それと熱が出てしまうこともそうじゃったか。人間はわしらのような妖力を生まれつき持っておらん。自分たちの手で運命を変えられる点こそ人間の最も誇れる点じゃとわしは思う。他の者の力に頼って努力をおろそかにするなぞ、痛い目を見て当然じゃ。むしろわしは人間のために貢献しておると思うぞ。そうじゃろ、ミコ。わらわもそう思う。わかったよ。おいらもなんだかそんな気がしてきたし。じゃからおちびちゃん、そう怖がらずとも大丈夫じゃ。ミコは普段ふざけておるが、法力では一二を争うあやかしじゃしな。法力だけではない、裏臭い。何時の書いた神聖探偵筆記よりもわらわの新作の方が人気がある。ふん、そういうことじゃったか。面倒なことを一番嫌うお前がこの画室に来てわざわざわしを呼び出したからには、きっ
と何か思惑があると思っておったわい。以前みんなで百物語をした時もいつもわしに盾ついておったしな。まあよい、わしの負けじゃ。これでよいか。はあ、何百年もの時を経てようやっと何時からその言葉を聞けて、わらわは満足じゃ。いつも人の肩に乗っ取るのが好きだった小娘がこの数百年で立派になりおって。裏臭い、何時に残された時間はあとどのくらいじゃ。そう長くはない。みんな同じじゃ。わしらは来た場所へと帰らねばならん。じゃが満足しながらも皆思わず口にしてしまう、もう一度百鬼夜行をやりたいと。裏臭い、そのことなら安心せ。わらわがすでに手を打っておる。わらわの鈴の音が響く頃、それは無月の夜が降臨するとき。わっはっ、そいつはいい、素晴らしいぞ、おっぱれじゃ。巫女、その時が来るまでわしは力を温存せねばならん。昔話もここまでじゃ。わしは帰るぞ。ふむ、行くがよい。巫女よ、一つ聞くが、今日まで元気に過ごしておったか。当然じゃ。それはもう日々を楽しく過ごしておる。特に近年、世に娯楽小説なるものが普及した。それだけでない、おせっかいな二人の異教人とも出会えた。それにあの頑固な A もようやく少し融通が効くようになったしの。ほっほー、そいつはいい、素晴らしいわい。裏臭い、何時もきっとこの時代を気に入るじゃろう。何時のように物語をかけて絵も描ける人物は八重堂の主力となれるはずじゃ。わらわが直々に原稿を催促するほどのな。あ、消えた。目は覚めたか？大丈夫だよな？意識ははっきりしておるか？さあ、前にもやったようにわらわの後に。ほう、わらわが言うよりも先に答えるとは。どうやら頭にし、どうじゃった？初めて憑依された感覚は。そうかそうか、どうやら何時に事の一部始終を説明する必要はなさそうじゃ。裏臭いに負けを認めさせることができ、わらわも心がすっきりした。じゃからあやつらがやりたいと思ったことは、わらわが代わりに叶えてやらねばならぬ。そうじゃ、あやつらは血脈を流れる記憶の一部に過ぎぬが、それでもきっと壮観なものになるはずじゃろう。ここまで付き合ったんじゃ、もちろん最後の儀式も手伝ってくれるじゃろ。おいおい、まだオイラたちをこき使うのかよ。さっき裏臭いと一緒になってオイラをからかったし、もう手伝わないぞ。まあまあ、乗りかかった船じゃろ、最後まで手伝ってくれぬか。それに何時らの原稿料はまだわらわの手元にあるんじゃぞ。原稿料、こんなはずじゃ。完全に泥船に乗った気分だぜ。
わっぱたち、来てくれたか。うむ、時間ぴったりじゃな。はっ、原稿料のためなんだ。来るしかないだろ。ミカ、百鬼夜行の手伝いって何をすればいいんだ。正直オイラたち、百鬼夜行が何なのかすら分かってないんだけど。百鬼夜行と聞くと恐ろしいものに聞こえるやもしれぬが、ざっくりといえばただのあやかしたちの集いじゃ。その昔、あやかしたちは宴を開き、溺れるほど酒を飲んだ。妖力で空を飛び、その様は月の明かりさえも遮るほどであった。じゃが現在、地脈から溢れ出たあやかしの記憶は力が弱く、空を飛ぶことさえままならぬ。そこでわらわがあやつらのために修霊儀式を行い、散逸した記憶を集合させるつもりじゃ。さすればあやつらは鳴神大社の上空へと集うことじゃろう。そして力尽きた後、満足してあるべき場所へとやつらは帰る。実は儀式の前準備はもうとっくに終わっておる。わらわが小説に書き加えた呪文と無月の夜を覚えておるか。確か、無月の夜に狐お姉さんの秘伝術を唱えるんだったよな。そうじゃ、あの本に書いたのは願いを叶えるためのまじないではない、地脈の記憶を鎮める術じゃ。その時が来たら皆であやつらを送ってやろう。わらわはじきに儀式の準備に取り掛かる。そこで何時には二つのことをしてもらいたい。まず、神社の巫女たちに下山するよう告げること。百鬼夜行が行われれば、大量のあやかしの記憶が鳴神大社の上空を舞う。万が一誰かに憑依でもされたら、後々厄介になるからの。その後、わらわは儀式を始め、あやかしの記憶を集める。この過程は時間がかかるゆえ、その間、何時らには妖豪山のふもとで魔物の動向を探ってきてほしい。普段のチリチリとなった記憶であれば危険はないが、力が集まれば魔物たちにも影響を与えてしまうやもしれぬ。奴らは本能で山へ登ろうとするじゃろう。何時らにはそれを阻止してきてほしい。お、わかったぜ。で、その後はどうするんだ。ふむ、その後か。神社へ戻り手伝いをしながら、近くであやかしを見るのも悪くないじゃろ。よし、それじゃ出発しよう。なるかみ様、あの人は無事でいられますように。下山は宮司様の命令ですか。そうなんだ。これから行う儀式がお前たちの体に影響を与えるかもしれないから、巫女が山を降りるようにって。そうなのですね。
すぐに手配いたします。あなた方、オイラたちはあいつの手伝いをした後ここに戻ってきて一緒に儀式をやるつもりだ。宮司様はあなた方をとても信頼されているようですね。以前まではこのような重要な儀式を行う際、宮司様はそばに誰一人としておきませんでした。では儀式の方はお願いいたします。安心しろ、オイラたちは強いからな。ニコが儀式を始めるみたいだ。オイラたちも下山して魔物たちを阻止しに行こう。あの魔物たち、なんかすごく凶暴そうだぞ。おお、早くやっつけよう。オイラも妖怪が見てみたいしな。ひひ。あ、来たぞ。岩の重さは安心できます。逃げ道はありません。雪を前、チョック、呪言。下は、稲光、すなわち永遠なり。助けが必要な方がいるはずです。見切りました。釣れたよ。踊りなさい。チョック、呪言、リツルエ、雷光へと美しくかな。綺麗にしませんと。拙者を恐れてるのか。平成堂々勝負せよ。チョック、踊りなさい。修練が足りなかったか。やはりダメだ。失礼。拙者よろしい。
巫女。私の記憶じゃ長いこと体を伸ばして空を飛んでいなかったようじゃな。わらわについてこい。どうしたわっぱ、緊張しておるのか。だってこんな光景見たことないから。本当に月明かりが遮られた。この光景だけで言えば確かに恐ろしいやもしれぬ。じゃがただ騒ぐのが好きな勇敢な奴らじゃとわらわは知っておる。たとえ凄惨な戦いで身が滅びようと魂が迷うことはなかった。ただ時は短きもの。宴は終わりが来るものじゃ。そんなに名残惜しいならわらわと共に唱えるがよい。白身に申す。鎮魂のため祝いたまえ。祝いたまえ。導きたまえ。今晩キツネお姉さんの秘伝術を唱えれば願いが叶うらしい。白身に申す。鎮魂のため祝いたまえ。導きたまえ。かしこみかしこみかしこみを申す。うらくさい。何時は元気にしておるかと聞いたが、わらわは本当に毎日楽しくしておる。じゃが今何時らが去るのを見て少し寂しく思う。ほんの少しだけじゃぞ。ふむ、わらわが想定していた通り儀式は問題なく終わった。ご苦労じゃったな。わらわは何ともないぞ。でもさっき様子が。大丈夫じゃ、何のことはない。わらわはまったく。巫女。もし心からわらわのために何かしたいと思っておるのなら地層でもおごってもらおうかの。おう、もうわかった。今度おいしいもんをおごってやる。うむ、であれば次に会うのを楽しみにしておるぞ。
旅人の奇妙な冒険、まだ次の章は出ないんだろうか。ああ、もう待ちきれない。まさか本当に無月の夜にあんなものが現れるなんて。あの夜、陽光山の頂上に黒くて大きな雲が現れたよな。でも本に書いてあった方法で願い事をしても何も起きなかったけど。だな、娯楽小説は所詮娯楽小説ってことか。あれ以来、小説に書いてあるおまじないが全く入らなくなったよな。でも旅人の奇妙な冒険ならきっとまた新しい何かを生み出してくれるはずだ。あれ、ミコがいないぞ。店の外にいないってことは先に入ったのかな。店の中を探してみようぜ。わっぱよ、来たか。ミコ、なんでオイラたちの到着を待たずに食べ始めてるんだよ。それはナンジラがおごってくれるからに決まっておろう。一番高い料理と一番うまい酒をタダでいただけるんじゃ、いても立ってもいられなくなるのは当然じゃろう。店主、この二人を覚えておくんじゃぞ。会計はこやつらが持つ。はいよ。どうしたんじゃ二人とも、早く席に着かんか。これを食べてみよう。西来島の近くにしか生息しない魚じゃ。釣れた後夜通しで稲妻城へと運ばれてきたものじゃ。とても新鮮じゃぞ。もしくはこれを飲むか。こんな高級な名酒、普段では飲むのも惜しい一品じゃぞ。もちろん酒を飲まなくてもよい。果汁もたくさんあるぞ。どの値段のものも一通り揃っておる。おい、ミコ、ひどいぞ。前にここで原稿を書いた時はただの串焼きしか食べさせてくれなかったじゃないか。うん、そうじゃったか。はあ、それが何じゃ。この間わらわにおごると言ったのは何じらじゃったろう。それにわらわのような気品をもてなさぬのは心が痛むことじゃと思うが。でもこれってすごく高いんだろ。オイラたちが払えない可能性とか考えないのか。それなら大丈夫じゃ、問題なく払えるぞ。わらわたちが以前書いたあの小説、近頃また重版してのう。なんじらの原稿料もたんまりと入ったのじゃ。なんだって。まさか。あの時の表情、オイラたちを騙すためだったんだな。最
何時らの今の姿、実に滑稽じゃぞ。ああ、そうじゃ。この前の無月の夜、願い事をしても何も起こらなかったから、まじない系の小説はもう流行らなくなったそうじゃ。じゃから、旅人の奇妙な冒険の最新章は、新しい案を考えなくてはならぬ。締め切りはもうすぐじゃ。頼んだぞ、先生。思想してくれて感謝する。今日は実に楽しかったぞ。そういえば鳴神大社で行った修礼儀式を A も見ておったそうじゃ。まさかあの頑固頭から手紙をもらう日が来るとは。まあやりすぎじゃったようで、くどくどと文句が書いてあったのじゃがな。はあ、別に良いじゃろうに。みんな楽しかったんじゃから。